京成杯オータムハンデキャップ競争が好きな皆さん、こんにちは、涼介ゲームズです。さあ今回ですね、マリオカートやっていきたいと思います。さあしずえさん使いますよ、行きましょうか。今回はマリオこの来てというやつでですね、よいしょ、トップ取っていこうかなと思いますんでね、もう気合入ってますから、ここの CD のテクニックですよね。はい、ドイツキノコを使ってリカバリーしていくんですが、余裕。さあまず行こうか。さあ今回はインドリとかをね、徹底したインドリとかでやっていこうかなと思うんだけど、今回なんだこれ、悪い字か、あの悪い字の人間がたくさんいるという情報が入ってるな。そういう時はちょっと気をつけた方がいいな。ロゼッタソン、ロゼッタ気をつけてね。イカとか女イカ、スプラトゥーンの世界に帰れな。あ直撃してる、うん、なんで俺が当たんねん、俺が打ってるはずやろ、なんのスターで歯抜けてくないよおい。さあトゲゾーゴーリングね、かわしていく青ゴーラをね、ちょっとしっかり集中しようか。マップとか見て、あ悪い字いっぱい女とかこう把握していこうか。あスター来た、スター来た。これは早め雷ありるんですかね、これ盤面的にどうですか。よし行こうか、おっしゃ、これアウトメダル行こうか。アウトメダルでマックスで立ち回っていくわ。ファイヤー捨てます、 OK。 ちょっとあれやな、期待の差で、期待の差で置いていかれてる可能性がある。これあのうわー余計読めないやつやん、危ねえ、ダブル取れてたんかってしまうけど、さすがに。さあスター来た、バイバー言うてんだロゼッタ。さあこれでショータイム言うてんなロゼッタ、このタイミングで雷こうへんな、もう俺が最高峰やもんな。ここ使います、なんかキラー来へんから、キラー無理か、スターやんな、そうやんな、前がね離れてないですからこれ、よいしょ、スター雷来へんのな、これでも雷来る場面じゃないっていうね、ノット雷なんで、よしパックフラワー解放します、全ての力を解放し上空を舞い上がる男、来たかおい、よいしょ行こう。さあ上空ですかわしていく、オッケー、5番手の1。さああとはあのシュンヤという人間か、シュンヤという人間をラスト仕留める、よっしゃよっしゃ、やりました、ありがとうございます。4番手入選になりますんでね、なんとかやりました。相手強いなこれ、オッケー行こうか、3、2、1、ダコール。さあスタートしました、今回ねあの悪いで使います。ちょっとあのさっきねスピード負けをちょっと実感したので、スピード負けをちょっと許しがたいということで、今回悪いのキャラでしつかりとトップをね狙っていきたいなと思います。よしじゃコイン取りに行こうか、うん、ここも番号にコイン回収して、でジャンプアクションですよね、オッケー、早い早い早い、これもしずえさんやったらもうこの時点で7位8位なんですけど、なんとかこの機体の強さで一気にほらもう4番手やから、普通に走るだけでこれやから、普段俺がそのしずえさん使ってるからさ、よいしょ、普段しずえさん使ってるから俺が悪い字使ったらもうめちゃめちゃ速く感じるのな。さあアバゴーラ来てんな、アバゴーラの直撃だけは避けたい。さあおっとトゲトゲここで爆発したな、3位浮上バコン、うわなんでやねんお前、なんでそこ中途半端に防衛前投げとんねん、後ろに打てよそれだな、中途半端になんか俺を倒すべくやめろ、もうだから装備してんじゃんお前、あかん、もうあかんわ、全部全部やられてる、全部あかん方向に持ってかれてる、赤ちゃん乗ってます女、赤ちゃん乗ってる、あの当人が赤ちゃんのことも、じゃああいつ、あいつ当人赤ちゃんよ、一人しか乗ってへんもんだって、赤ちゃんトーニーが運転するってことも、このマリオ規定というゲームで危険だぞ、本当に吹き飛ぶよ、危ない、これはもう緑ゴーラ持ってるから使おう、雷とかあったらいいけどなって、悪い字軍団6番手まで死守してるっていうね、もう占領してるからね、もうマップ見てもらったら分かる通り、悪い字軍団がもうここで雷よく来るのよな、ここ水中で、よいしょ、シューという人間危ない、さあやつがパックンで飯食ってくれている、最後のダブルビックスは取れないといったところか、あっ、アバゴーラいた、行ってこい、仕事しろ、超上空ボムヘスナイプ、おっとここで雷どうだ、着順はむしろ下がる雷になったな、これはよいしょー、6番手ということでね、あ雷が裏目に出ましたね、まあいいんじゃないでしょうか、マイナス1ということで、あちょっとやられたな、
3、2、1ダコールさあスタートしました。さあ悪い字ばっかりっていうね、この悪い字組んだのがさっき俺普通に負けてるからね、普通に負けたから、なんでやろな、直撃したとかそういうこと、物が直撃したんかもしれんの。ここもしっかりとウルトラミターをかけていく。オッケー、物が直撃した説あるけどな、さっきなんで負けたんすかね俺。よいしょ、多分なんか食らったよな。うわー、だからそういうの食らうとダメなんだよこれ、ああいうね、もろ差し食らったらあかんわ、関係のない物ですからね。よいしょ、コイン、コインしっかり取っていこうか。ここも切り込むようなキノコなんですが、これ持たないんでね、ターボ解放しないと危ない。よし、おー危ない危ない、危険物所持の疑いか、アジナっていう人間女。よいしょ、あーちょっとキラ来てる、ちょっと使おうか、見えへん、トゲゾウゴーラに跳ねられるだけは嫌や、1位以外で食らうトゲゾウゴーラが一番嫌や。よし、そこら大外の、だからやめろってお前、せっかくこの大外回しでコインいっぱい取れる。よしよし、コイン7枚までリカバリした、これうまいと言える、完璧ちゃう、ポイポイポイ、何が出る、あーラクション、これラクション、よしよしよし、2位浮上、いいよ、リー夫人ですよリー夫人、ウルトラミーターを解放。うわー、もうだからもうそういうことなんかすんなお前ら、すぐなんか人見つけたらもう腹いせにストレス解消にサウンドバックにしてきやがって、サウンドトラックにしたろかほんま。よいしょ、さあ前見えてるからね、こう見えて、こう見えてもうやつらが捉えられるのも赤ゴーラやだ、やめろって言うの、偽ボスニキお前さら歌い打って本当のボスニキに進化しろ、で俺に当たんでこうやってしばくぞ、もう最低や、もう関係ないやん、うわ関係ない、こんなん結局俺はわざと狙ってるんちゃうん、最後のウルトラミターを一気に抜かせよ、逆に抜かされた、3、2、1サッコー、さあこのせいで面白いよね、このせいでグライダーショートカッティングがあるから面白いよな、ワクワクせいやんな、いわゆる、よいしょ、ワクワクとね、自分の走りを楽しめるっていう有名なコースですからね。ちょっと甲羅の直撃避けようか、さっきはなんか例えばこの前の人の緑甲羅直撃するみたいなのが多い、なんか関係ない人間の、だからいやお前だからやめててよお前、それをやめようって言ってんのよ、その関係ないやんお前、自分の世界で走っとけ、それやったら関係ない人間のやつが一番嫌やねん、遠投ボムで食らっとけ、危ない、あかん、意図的に狙われてる、気をつけて、さあここはお、手キノコかと思ったらテルサ来たか、あ今のもう一個後ろ使えばスター奪える可能性もあったね、あキノさん取ってくれた、よし、じゃあこれグライダーショートカッティングいきます、グライダーショートカットで一気にもう上空ですよね、外まで、ここで雷打たれるのが一番あかんのな、ここで雷墜落とかあるけどな、あんまりでも俺経験上墜落したことないのな、だいたい雷来へんからあそこ走るときっていうのはなぜか、あぶね、危険物少女の疑いやから逃げるわ、これキノコ残せば勝てるぞ、トゲゾウゴラかわして、あれ1位の人間どこ行った、1位、あいつあそこか、でもキノコ持ってるからこれ勝てるくね、あ勝てねえわ、よいしょ、あいつうまい、うわー言ってた、雷来たー、や最悪や、あいつどこ行ったやろな、さっきあの右に行った悪い字は、やめろってお前その最後に意地汚い、どけ、よいしょ、7番で入選、もうあそこで雷来たらあかんねんって、だからこうへんと思ったんやけどな、ちょうど来たわ、3、2、1ザゴー、さあ1位取れたんやけどな、なんかうまいよなみんな、俺はシンプルに実力不足なのかもしれませんね、みんなうまいよなんか、まあレベルが高いですからね、レートも高いと思うんで、その中でちょっと髪だからもう、だからなんでいきなりぶち当ててくるんだよガキが、いきなりぶち当ててくるもんな、ほんまに、よいしょ、容赦なさすぎん、容赦ないよな、もうその自分の防御が関係なく、もうただ単にストレート直球ど真ん中勝負でしょ、そんなことしてたら自分勝てへんよ、人を蹴落とすことばかり優先してたら、
まあ、確かにその物をぶち当ててさ、ストレス発散したいのは分かりますよ。これちょっと例えばこれで俺が防衛しとかなあかんな。こういう時にこういう時に俺が丸裸になるからあかんねん。こういう時に丸裸になると人が寄ってきちゃうんで、よし、こういう時にしっかり赤コーラをもう捨てないっていうのが大事。よいしょ、でこれも全開放。おっしゃ、ミドウさん来たね。来た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 。ミドウさんこれ捨てないよ。オッケー、ミドウさん、あ、トゲゾウ行った。よっしゃ、まあ、キノさんの方が強いか。トゲゾウ当たらないように気をつけて。一回来てるからこれ消毒いけないな、ちょっと危ない。落ちたらもう元もないんでね。さあ、カーマイン、わっと、なんとかアイテム取れた。しかも赤コーラもかまされたし、ちょうどよかった。ちょうどナイス雷、俺にプラスに働いたな。うわ、なんで後ろに赤コーラ持ってんの。どうする、あいつ撃ってくるか。次のアイテム交換中で撃ってくるよな。このまま守ろっか。多分赤撃ってくると思うんでね。よいしょ、アイテムラインしっかりさんどいて。お、1位になった。違う、ラグか、ラグやな。うわ、撃ってくるよね。うわ、アイテムは取れないよね。今交換したら終わるから。最後もう一直線上勝負やな。無理や、あいつに勝てねえ。無理だ、届かない。どう考えても届かない。これは届かない、これは届かない。リードブラック戦闘だってなっちゃった。これは届かりませんでしたね。これは、まあ、2番手やっぱ強いな。カーマイン、カーマイン、あのレート4万5千なんでね、ちょっとなんとか勝ちたい。3、2、1、ザ・ゴー。さあ、始まりましたよ。なんでやねん、なんでやねん、どないやねん、なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。さあ、ダブルアイテム取られていくよ。ビッグブルー始まりました。偽ボス2期でーす。スタート。ビッグブルーが始まりましたよ。さあ、偽ボス2期、あいつ赤コーラ持ってるけど、やめた、なくなってんな、なくなってんな。危険物所持の疑いとかあるからね。さあ、コインはマックスですからね。ちゃんとあの序盤にガソリンスタンド寄っといたんで。で、ビッグブルーはほんま運ゲーではあるからね。あのアイテムとか雷とかね、いろんな要素、まあ、この辺はもうしっかりやるとして、こういう処理は、こういう処理は当たり前のようにやるとしてですね、次のアイテムとかとダメ取れたらでかいな。これ離れてるからワンチャンいいの出るの。これ超絶いいアイテム出るかもしれない。これスター来い。お、来た、マジ来た、2位です。さっきだ。で、これがあんのだ、ビッグブルーって。後ろのやつは雷引いてる可能性あるな。まあ、でも使わへんよ。もう雷来たらもうそれは直撃する。俺ライフで受ける。カコン、いてない、ない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 、見えなかった。嘘、クソ、どうかして見えなかった。腹立つわ、なんでやねん。どけ、よいしょ、バナナが落ちた。カメラ回避入った。よいしょ、勝ちまであるぞこれ。ただ後ろも回避してると思うからな、それが超絶怖いラインであるわ。よいしょ、いや単体やな、これ単独旅行入ってる。あぶね、危険物か。よいしょ、 OK、 ということで1位取れましたね。なんとかそのバナナ食らったけど雷回避入ったんでよかった。おっしゃ、大勝利ですね。3、2、1、ザ・ゴー。さあ、フグビーチャーズスタート。さあ、まず先行争い。さあ、珍しく逃げができるからね。これ1位からスタートだから、逃げの競馬に持ち込めるっていう。さあ、おと思ったら早いな。再生ストってなんでやな、当たってんの。うまい、判定無限やんな。あれラグとはいえさ、判定でかすぎるよな。そのどんだけでっかい緑ゴールやんならへん。そのラグとかいう言い訳強せんよな。まあ緑ゴールがでかいよな、そのラグとかじゃなくて。判定がでかすぎるわ。よいしょ、こんだけ離れてて大丈夫かなと思ったやつ全部当たるもんな。無限に当たってる。危ない、もうだから押したのに今。押したっちゅうの、まあいいわ、まあいい、クラウゲームやから。一周目やからな。さあ、後ろ赤打ってくるか。ハックンとか使ってるし、ここはもう逃げようか。逃げましょう。一旦逃げる。逃げるを選択し、スターバトン。ありがとうございます。これ全バトンでいいよね。全バトン。だから押したって、お前そのファイヤー見えたから。押してんの、あ、来た。ダブル足の引っ張り合いセット。全然引いた塔に得もしない。ね。見ました今の。引いた塔に一つも得せへん。ダブルアイテム引いた。奇跡的な抽選やな。イカとはね、陶芸像ってそれ満たされただけやから。よいしょ、おい。さあ、テレサでパウル記録奪います。
奪えない。あ、スター奪うならいいや。神谷返しろ。もういいか、神谷誰持ってへんな。一応バトンするわ、これ無敵バトン。一応無敵バトンし、ダブル、よし、スター来い。来た、このバトンしたい。バトンで、そのスターバトン。さあ、雷はないんかよ。来た、来たよ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 。全食い行こうか。いてぇなんでやな、お前。最後の抵抗すんな、これは。最後の抵抗された。危ない。危ねえ、なんとか3位。あの、小さいやつが最後の抵抗でさ、道連れにしてきてんけど。そんなんあり。スリー、ツー、ワン、ツッコン、さらそらしていきましょう。はい。ウキウキ、シャンシャンシャンはゆらへらさ。ウキウキ、シャンシャン、ゆらへら。逆走しているやつらおる。おい、危ねえ。今の危ないよな。俺かと思ったら、その横に赤ゴールが空気を呼んでくれたな。さあ、解き放っていく。アイテムフル解放。うわ、いてえ。やべえな、これ。中途半端1が。1が違う、多分その、さっきね、逆走した人っていうのはキノコとかで、ビュン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 、スピードに乗れるけど、俺コインもないし、全くスピードに乗られへん。これ一回、1下げよう。こういう時こそ1下げた方がいいんじゃない ?1 下げてコイン取るわ。うわぁ、もう緑ゴーラー、お前仕事しろ。まだ慌てる時間ちゃうんじゃ。でも、あ、そんなことしたら終わっちゃうもん、逆レース。レース終わるこれ、もしかして。カメラ来た。よいしょ、今なんか思考停止で打っちゃった。回避が出てるかどうかも見ずに。思考停止ショット入ったな、今。いや、でもカメラ来たからよかったね、結果的に。さあ、2位浮上。トゲトゲいった、トゲトゲいった。いっか。あ、でもトゲトゲ回避すんのか、普通に。キノコ回避するよね。やんな。だからあいつに、ブーメランを、3発目のストライカー当たれ。無理や。無理や、無理や、無理や。いた、ウィニングすんな、ウィニングインナーがこれ。はい、5番手。はい、ということでね、今回ここまでしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。